マチュアリーティマトです。リンクチャンネルの横山です。カネと神山です。はい、またやりました。これやってきました。久しぶり、久しぶりに、はい、パッといきます。はい、サーブの時どれくらい脱力しているのか3人それぞれの感覚を教えてほしいです。サーブの時どれだけ脱力しているか、うん、あー、はいはいはい、なんとなく分かる。じゃあ、僕からですか。はい、今回は僕からですね。そうですね、お願いします。前にて話して。あー、そこ、ここ、ここ、はい、ここです。脱力してるっていう感覚はまずないです、僕。はいはい、別に力入れちゃっていいかなと思ってますけど、足と、まあ、フォアサーブとかバックサーブとかで、まあ、この2本の指はこうラケット挟んでると思いますけど、ここだけは普通にがっつり力入れちゃってます、この時から。あ、でもこのまま力入れたまま振っちゃいます。なるほど。だから逆に僕はですね、ここに力入れちゃっていいぐらいイメージでいくと、逆にこっち側に力入れるみたいな方に僕はいかないかなと、うん、ここまでガチガチでこうなっちゃうと難しいんですけど、だからこの2本の挟む力だけは入れて意識してやれば、他はまあ力入らずにいいバランスで打ててるかなって僕は思ってやってます。なるほどなるほど。いや、いいですよ。じゃあそういうやつだ。これは僕は、でも神山さんと一緒ですね。ぐらつかない程度にある程度しっかりは握っている、うん、で、ただ神山さんと違うのは、僕後ろ3本、はいはいはい、あ、いやいや、ここでまず神山さんと一緒で、うん、親指と人差し指の付け根ぐらいでこう挟む、はい、と中指で、あの木とグリップのこの間に指をはめて、この3本でラケットをこう支えてる感じですね。あ、支えるっていうと、ここですか。だから力は2本しか入ってないって感じがします、うん、支えてはいる。確かに。あ、いや、もうでも、そう、もうほぼここ。なるほど。そもそもこれ意識することなんですか。脱力しようと思ったことありますか。ないです。ないです。ないですね。ないですね。まあ、多分質問者の方の困ってることは力が入っちゃうってことなんでしょうね、うん、おそらく。だからまあ、ここら辺に力入るってきついじゃないですか。そうですね。だから、ここじゃないとこに意識、こことか、僕がおすすめなのは、やっぱ足めっちゃしっかり踏みしめて足に力入れるとかすると、足はこうですね、力入れたりすると、逆に上半身は抜けたりすると思うんで、このなんか意識するところをここ以外に持っていくと、いい感じの脱力になるんじゃないかなと思いますね。僕は、僕も考えてないですね、脱力することは。で、グリップも、こういう感じですね。こういう感じですね。こういう感じですね。こういう感じです。だから、何でもいいです、ここは。ただ、落ちなければいいかなぐらいで、引っ掛けてるぐらいです。サーブ出すときは。2本だけですか？ここ外れてるんですか？そうですね。こういう切り方するときは、もう、なんですかね、ここはちょっと引っかかるのに頼ってるだけです。こういう感じです。すげえ、はい、そこから切る回転によってどの指力入れるかみたいな、はい、普通のなんかこういう投げ上げの時はなんか全部の指均等にこう乗っけてるだけみたいな感じです。っていうことは出すサーブによってグリップ違うんだよね。違います。順位横系にしても違うってこと。違います、こうやって持つ時もあるし、こう持つ時もあるし。すげえ。でも、どの指で支えてるって意識もないです。ただ落ちないように乗っけてるみたいな感じですね、はい、出すときはもちろん落ちないように握りますけど、下半身に力入れてみてください。はい、はい、今回これで終わり。ありがとうございました。